2018年10月7日と8日の2日間、第39回 G 杯争奪全日本釜投げキス選手権が愛知県田原市で開催された。当初予定した堀切海岸は台風の影響を受けているため西の浜に変更となった。試合前日の10月7日伊良湖シーパーク&スパにて大会競技説明予選組み合わせ抽選が行われた。使用していただく竿は釜投げ、釜活の製品とさせていただきます。使用できるのは1本のみで、予備竿の持ち込みは OK ですけれども、この竿に仕掛けなどのセッティングはできません。針も釜活製品を使用してください。仕掛け、餌の等の種類は自由となっております。各地区を勝ち進んできた精鋭27名、前回大会上位入賞を果たしているシード選手3名、計30名で抽選を行い、予選の組み合わせが決定。予選の組み合わせはご覧の通り。予選 A 組、昨年は全国大会で予選敗退を喫してしまった上井選手、決勝の舞台を目標に戦う。前回大会優勝シード渡辺選手、4年連続表彰台を目指す。また前回大会3位の駒澤選手も揃い、混戦が予想される。予選 B 組、最年長75歳安田選手や釣り歴50年の矢沢選手、また初参戦高橋選手、そして第35回大会優勝の伊藤選手、ベテランからルーキーまでが集い競技を競う。予選 C 組、各地区予選を1位で勝ち上がってきた川上選手、池田選手、新村選手が激闘。昨年惜しくも表彰台を逃した米田選手、そして前回大会準優勝の本間選手も加わり、激戦が予想される。組み合わせ抽選を行った後、選手の渾身を兼ねた発会式が行われた。皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまから第39回 G 杯争奪全日本釜投げキス選手権発会式を開会いたします。この時間も司会を担当いたします私松原絵里香です。よろしくお願いいたします。皆さんが釣りをやっていて、釣りやっとってよかったなと、釣りやっとったおかげでこんな経験ができるようになったと、あるいはこんなに友達が増やすことができたと、そういうふうに言っていただける場を少しでも増やしたいと思って、この大会の目的になっております。南はですね太平洋、雄大な太平洋、それから、北はですね風光明媚な三河湾、それから西は伊勢志摩へ渡る伊勢湾と三方を海に囲まれた自然豊かな町であります。皆さんも釣り名人でありますので、釣りバカ錦の浜ちゃんのようにですねたくさんのですねキスを釣り上げてもらえたらなと思っております。最後にですね、この大会をですね、開催するにあたりましてご尽力いただいた皆様に感謝するとともにですね、本大会のですね、成功を心より記念いたしまして挨拶とさせていただきます。皆さんならですね、どの会場に行かれてもおそらく釣果が出せるもんと信頼しております。ぜひ明日頑張ってセンターを取っていただきますようよろしくお願いしたいと思います。では選手の皆さんのますますのご健勝記念し、株式会社釜活のですねますますの発展を記念して乾杯したいと思います。乾杯。全国各地から集結した選手たちは新たな出会いに感謝し、終始笑顔が絶えない和やかな雰囲気に包まれる。そんな中、自己紹介とともに明日への意気込みを語る。大いに盛り上がりを見せ、お互いに健闘を誓い合う発会式となった。そして迎えた試合当日。前日からの強風で少しうねりがある状態。選手たちはこれから始まる戦いに向け準備に取り掛かる。現場は精鋭30名の闘志と緊張感が入り混じり、張り詰めた空気が漂う。果たして栄冠を勝ち取り、歴史に名を残すのは誰なのだろうか。キス釣りの王者を決める負けられない戦いが今始まる。第39回G杯争奪全日本玉投げキス選手権。 G杯とは全国5つの会場で予選ステージを競技し、本戦出場権を獲得いたします。本戦では地区予選進出者27名と前年度シード選手の3名を加えた計30名で競技いたします。また G 杯投げ釣りでは大会を通じて競技者同士の親睦を深めていただき、投げ釣りの見本となっていただく選手の誕生を願っております。今回ですね、台風の影響によりまして、大きなうねりが入っておりまして、前々日の様子を見たところ、堀切海岸より西の浜の方がいいんじゃないかと、運営側の、協議をしまして、こちらの方へ場所移動を決定いたしました。ここの西の浜っていうのは非常に魚影の濃い場所で、もう通年ならもう今の時期もうすこぶる釣果の上がる場所なんですけれども、今年は台風の影響で数週間前まではよく釣れていたんですけれども、台風の影響でもう一気に魚影が薄くなってしまいまして、あんまりキスの釣果が見られなかったというような状態でした。競技方法は投げ釣り。キスの総引き数で勝敗を決定。同引き数の場合、総重量にて審査される。前日の抽選で決まった A、B、C の3組に分かれ、1から3のそれぞれのエリアで90分1試合を3回行い、各組上位2名、計6名が決勝戦へ進出となる。予選 A 組1回戦。魚の活性が高く、餌取りも多い状況の中、遠投で釣果を出す上井選手、それに続いて長澤選手、安倍川選手、順調に釣果を上げる。2回戦第2エリアに移動。各選手いろいろな攻め方でキスを手にしていく。その中でもシード駒澤選手が怒涛の勢いで15匹の釣果を上げる。村山選手、光琳選手も釣果を伸ばす。しかし頭一つ抜け出しているのは上井選手。迎えた3回戦。次第に釣果が悪くなる中でも丁寧に探り、一匹一匹釣果を上げる。各選手持てる力を余すことなく、最後の最後まで竿を振り続ける。果たして決勝へ進出を決めたのは誰なのか。結果はご覧の通り。トップ通過は上井選手。幸先の良いスタートが功を奏した。2位は村山選手。コンスタントな釣果で決勝進出を決めた。シード渡辺選手や駒澤選手は健闘するも予選敗退。予選 B 組1回戦、各選手狙ったポイントへ竿を振る。3連2連と好調な滑り出しを見せたのは高橋選手。それに続いて西向選手も3連掛けに成功。続く2回戦、1投目から4連掛けで追い上げを見せる山田選手。矢澤選手や伊藤選手も釣果を伸ばしていく。しかし未だ予選の突破口が見つからない。大詰めの3回戦、丁寧に探る伊藤選手、餌取りを交えながらもキスを手にし他の選手を突き放す。2回戦から好調な山田選手、杭が渋くなる中でも釣果を伸ばしていく。西向選手や高橋選手も負けじと食らいつく。決勝への切符を手にするのは誰なのか。結果はご覧の通り。30匹超えの釣果を出した山田選手、堂々の1位通過。2位は伊藤選手。もう一度頂点へ返り咲くことができるのか。西向選手や高橋選手、矢澤選手は3回戦で釣果が伸ばせず、ここで竿を畳むこととなった。予選 C 組1回戦、予選エリアの中では海に向かって一番左側のポイント、1投目からキスを手にする選手が多く連掛けが多く見られる中、新村選手や篠原選手は10匹の釣果を上げる。そして2回戦、1回戦のように連掛けを期待したいところだが、餌取りに悩まされる。シードの意地で追い上げを見せる本間選手、それを追うように佐藤選手、米田選手、池田選手が続く。未だ勝利への決め手が見つからず混戦状態。予選最後の3回戦、杭が渋い中苦戦するも新村選手は細かく移動を重ねキスを手にしていく。対して米田選手や小島選手もキスのたまるラインを見つけ追い上げを図る。他の選手も少しずつ釣果を伸ばし予選終了。混戦を制したのは誰なのか。結果はご覧の通り。1位は米田選手。釣れないタイミングでも丁寧に探りキスを手にしていった。2位は新村選手。篠原選手と同匹数であったが総重量審査により決勝進出を決めた。シード本間選手は3回戦で釣果を伸ばすことができず、無念の予選敗退となった。さあではこれから決勝戦ということで、予選を勝ち抜いた勝因と決勝戦への意気込みをお伺いしていきます。でまずは予選 A 組1位通過、ゼッケン番号5番の上井選手からお願いいたします。今日はですね、目いっぱい投げて釣ったんですけども、昨日の下見の時点で実は半日やって、2匹しか釣れなくて、キスがどこにいるのか、さっぱりわからない状況だったんですけども、投げてみたら、キスがついてたということで、なんとかパターンをつかむことができまして、釣果を伸ばすことが今日の、勝因だったかなと思います。ちょっと初めての決勝ということで、ドキドキが止まらないんですけども、一匹一匹丁寧に釣っていけたらと思います。今日の勝因はですね昨日やはり、下見をした時で、手前で魚がポロポロ釣れて、今日手前から入ろうかなと思ったんですが、ちょっと風とかいろいろありまして、皆さんなんか投げる展開だというお話が周りから聞こえてきたもんですから、もう目いっぱい投げて、で巻いて、正直魚だったり小さかったんであんまり取れなかったんですが、もうそこの場所だけを決め打ちして、回収して魚がついてて、来れたって感じです。4回目の出場で、初めてここに来させていただきました。もうこのままあとは精一杯、投げ倒して帰りたいと思います。昨日も下見した時は、投げて釣れたので、今日も最初から投げて釣れた感じです。ただ1回戦はロープがあって、そこで何回か切ったりもしたので、ちょっとダメかなと思ったんですけど、後半が釣れたので良かったと思います。決勝は初めてなので、今回も投げ倒して最後は帰りたいなと思います。今日はそうですね、1回戦はもう全然ダメで、もう山田さんおっしゃったように出がかりがあったりとかで、ダメだったんですけど、2回戦途中ぐらいからもうどうせ釣れないなら思いっきり投げようかなと思って投げると釣れ始めたので、3回戦も最初からフルエントしていくとそこそこいい調子で釣れたので、なんとかここに残れました。そうですね、一度、一番高いところ登らせてもらっているので、同じようにそこを目指して、頑張りたいと思います。ですね、1回戦、2回戦はほぼ遠投で、ですね、上位の方に入れたんですけども、3回戦がちょっと投げてももう釣れなくって2匹ぐらいで止まっちゃいまして、で周りの選手見てみると均等している選手で3連された方がいまして、もうそこへ駆け寄って入れさせてもらって真似した感じで、とにかく鉄道が6匹ほど3回戦取れたんで、上がることができました。少しでも上に高いところに行けるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今日1回戦は初めて前やったんですけども、いなくてすぐ3投目くらいからもうすぐ遠投に切り替えて、1杯投げるとすぐ釣れましたんで、そこにで釣りました。で2回戦がちょっとこけてしまって、近場もいるかなとかいろいろやってちょっと迷いが生じてダメで、3回戦はもう、気合を入れ直して全部遠投で目いっぱいで釣れました。ちょっと年齢でもあるんで疲れてるんで、投げすぎてもうひと踏ん張りして帰りたいと思います。決勝戦は予選と同様、キスの総引き数で争う。同引き数の場合は総重量で審査、90分1試合で G 杯優勝を決定する。最後に笑うのはどの選手なのか。決勝戦開始。各選手優勝への思いを込め1投目。各選手最初の立ち位置は海に向かって一番右手から上井選手、伊藤選手、山田選手、新村選手、村上選手、米田選手と並ぶ。最初にキスを手にしたのは米田選手。ガマ投げ競技スペシャル233号を使う。針は T1 競技キススペシャル5号で次の1匹を狙う。上井選手の竿はガマ投げ G シス235号。針は秋田キツネ4号を使用。餌取りが多く、なかなかキスを手にできない状況。続いて伊藤選手、竿はガマ投げ競技スペシャル235号。針は T1 競技キススペシャル5号と F1 キス 3.5 号を使い分けキスを狙っていく。予選で一番釣果を上げた山田選手はガマ投げ競技スペシャル35号を使い、針は白ギスファイン4号で渋い状況下でも価値ある1匹を釣り上げる。初出場の新村選手はガマ投げ競技スペシャル33号、針は T1 競技キススペシャル5号を使用しキスのたまるポイントを探る。村山選手はガマ投げスーパーキャスティング35号を使用、針は T1 競技スペシャル4号と白ギスファイン3号で海の女王白ギスを狙う。最初のポイントでキスを手にした米田選手、早々に見切りをつけ移動。竿先にいい当たりがあった伊藤選手、しかしこれはヘダイ。キスを未だ手にすることができない選手もいる中、釣果を伸ばす米田選手、 10m ほどの移動と歯口狙いで2連掛け。優勝経験のある伊藤選手も1匹釣り上げ笑みがこぼれる。この調子で釣果を伸ばしたい。村山選手は苦戦しながらもキスを釣り上げる。徐々にキスを手にする選手が増える中、餌取りも活性を増す。遠投や近投の選手、限られたエリア内で移動を選択する選手など戦略合戦が繰り広げられ、一匹一匹を追い求める。好調に釣果を伸ばす米田選手、完全にたまるラインを探り当て、さらに2匹を追加。遠投から歯口狙いに変えた山田選手、3連掛けでトップに躍り出る。釣果を開かせまいと着実にキスを手にする米田選手、刻々と終了の時間が迫る中、今まで培ってきた経験を生かし最後の最後まで戦い合う。予選で竿を振り合った選手たちも白熱した戦いから目が離せない。しかしとうとうここで減量が行われ、キス釣りの王者が決定。果たして第39回 G 杯争奪全日本ガマ投げキス選手権を制したのは。それでは栄えある第1位の発表です。第1位は釣果9匹、重量 194g、 ゼッケン番号22番米田和人選手です。おめでとうございます。皆様大きな拍手をお送りしましょう。どうぞステージの表彰台中央へお上がりください。表彰状優勝米田和人殿、あなたは第39回 G 杯争奪全日本ガマ投げキス選手権において当初の通り優秀な成績を収められました。ここに記念品を贈り表彰いたします。平成30年10月8日株式会社ガマカツ代表取締役藤井春之。おめでとうございます。今表彰状が授与されました。続いて優勝カップの授与です。伊藤さんの作戦というか、そういうふうなのはどのように立てられてたんでしょうか。そうですね、予選の3回戦目で、遠投で釣れてたので、そのイメージで、沖からやりましたけど、いきなり目がかりとかしたので、ちょっと目があったんですね。そうですね。でまあ遠投ではもう魚からの返事は返ってこなかったと。1投目当たりがいい当たり入って、でその後すぐ回収しようとしたらすぐ目がかりしたので、その1投目のイメージをずっと引きずって、まあ、ずっと投げ続けちゃったかなというところですね。それでもしねいいキスが上がっていたらそのままね、キスだったかどうかわかんないですけどね。山田さんは今回初出場ということで、いきなりの表彰台、どうですか？いやまさかここまで来れるなんて思ってなかったんで。そうですか。いや実はこんなもんかっていうような感じでピョンピョンって来れたんではないんですか？そんなことはないですか。やっぱり厳しかったですか今日の G 杯。今日はやっぱ本当は遠投オンリーでやりたかったんですけど、スクールの予備がもう切れてしまって、でまあ試しに手前やってる人もいたんで、で巻いてきて手前に置いたら、手前にもいたのもんで、そこからもうずっと手前に変えてしまったんですけど、それが成功した感じで、そこの切り替えが良かったと。おめでとうございます。ありがとうございます。最初決勝は向こうの端で。そうですね。おられましたよね。くじ引きで一番取れたので、とりあえずもう花まで歩いて、で予選の3回戦の後半がでちょっと歯口で、ちょっとレンガけちょろちょろってできたもんで、まあ決勝エリアも歯口いるんじゃないかなと思いまして、まあとりあえず歯口スタートで釣れなかったらまあ投げようと思ったんですけども、まあ最初から釣れちゃったんで。あとはもうそうですね、もう戻りながら均等で探っていったという感じです。いやもう念願の G 杯を取れて、すごく嬉しいです。 G 杯はもう選手と選手の感覚に別に規定はないので、特にまあお互いにいいよって言ったらもうすぐそこで。まあ竿を1本分ぐらいは開けなきゃいけないんですけども、まあ和気あいあいとした雰囲気で、まあ何色で釣れてるのとかそっと聞いたりもしてすることもまああると思いますけれども、要は他の選手ともちょっと話しながら大会ができる、釣りができるっていうことですね。それがまあいいところで楽しいところだと思います。決勝戦は予選会場とは別に全く新しい場所を置いていたんですけれども、もう一つ釣果の方が伸びなかったと、まあ、潮の影響もあるんですけれども、あと30分、時間がずれていたらもう少し全員の釣果が伸びていたというふうな状況に見られました。 G 杯っていうのは投げ釣りにこだわった方ばかりでなく、投げ釣りに興味を持っている方、どんどん出場してください。とにかく出場してみることで他の皆さんがどのような釣り方をしているか、このキス釣りに対してどのような姿勢で取り組まれているかっていうことを体験していただいて、一人でも多くこの投げ釣りに対して興味を持っていただけるよう、私口どもも楽しみにしております。台風の影響で西の浜に会場が変更となり、各選手は機動力と判断力をフル稼働させた今大会、憧れの舞台で見事優勝の2文字を手にした米田選手。覇者だけが見れる一番高い景色を来年見るのはあなたかもしれない。